よ今日木村さんにゲストが来てくれてるんだけど、あのちゃんと紹介するんじゃなく突撃したいと思います。行くよ。どこにいる。なんでこんな落ち着いてんのよ。今身動き取れない状況よ。なんで。突然人が入ってきたからよ。あ、俺か。そうだよ。あ、ごめんごめんごめん。そんなに焼けてたっけ。いや、割とこんな感じだよ、俺。そうだっけ、うん、俺の肌が焼けてる焼けてないを気にしてくれるのお前だけだよ。俺はね、俺ね、一個考えてることがあるんだよ。何？トランプ。トランプチャンネルなのかな、これ。すごく見るよ、トランプ。トランプチャンネルじゃないけど。ロードトゥーツーリングじゃないけど、うん、ツーリングに向けてのなんかこう、段階を踏めるようなことを考えてきてんだよ。あ、そうなの？うん。俺が考えてたこともぴったりですよ。クレープ食べようと思うんだよ。それトランプと一緒じゃないか。俺は、ちょっとしたジュエリーショップに、ハワイアンジュエリーが、いいよいいよ。微妙に本当っぽいな。この間結婚もして、うん、おめでとうはしたけど、なんかまだ真嗣に結婚祝い渡せてないから。え、何それ、そういう会。いや、そういう会にしようかなと思って。それはもう やるならこっそりやってくれよ。言うなよ。いやいや、何でもできないよ。こっそりなんてやんないよ。なんでそんなにいつも正々堂々と。正々堂々とやめろって。ダメだよ、正々堂々とやらせてくれよ。やだ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 。今日の俺もなんか思うことない。なんか今日の俺で、いや割と新品のレッドウィング履いてんなと思って。うん、今日この日のために下ろしたの恥ずかしいわ。今の、あ、胸筋？ロードツーツーリングで胸筋を鍛えようっていう。付き合ってくれる？やだ。結構トレーニング動画上げてるじゃん。綺麗に仕上がってんね。え、そんなとこ見てんの？俺フォロワーだよ、インスタの。見るわ、そんな。こういう場所で真正面から言うな。え、何？パッと見て思うじゃん、なんかかっこいい革のブルゾン着てんなとか。はい、そうです、その通りなんです。俺ね、うん、言わされただけだけど。会うたんびに珍しいなんかブルーのレザーのもの着てたりとか。革ジャン行きたいなって思ったかって言ったらさ、うん、これ26年ぐらい前かな、これ。ああ、はいはいはい。この頃ってさ、ショットなんだよ。ショットです、ね、ショットなんだよね。ショットで、ショットってアームホール太かったりして、若干今の感覚で言うと武骨じゃない、うん、この頃から時代進んだぞというかさ、うん、俺の中でのこう革ジャン熱がまた上がってるからさ、うん、ちょっと一緒に見に行かないか。みんな見たい、みんな見たい。まあ男性は好きだよね、野郎は好きだよね。言わせてもらっちゃなんだけど、トランプだってそんなに見たいかどうかわかんないよ。バカ野郎、今最近俺らが始めたトランプ T シャツかかってんだぞ。革ジャンの方が絶対だって、そこで試着とかしてさ、こうカーテンの向こうから出てくるタクヤとか絶対かっこいいぞ。そうかな。そうだろ。何パターンも見れんだよ。僕らの会話って20年ぐらい変化ないんですよ。成長がない。成長がないんですよ。若者の全ての時からずっとこうなんですよ、うん、微妙に平行線なの。がっつり噛まないんですよ。微妙にこうお互い球を蹴り合って。全然ね、いいやつじゃなかったんだよ。お互いにね、なんだこいつって思ってた。じゃあ行こう。何の話してるか分かんない。行こう。大根山なの？大根山だよ。15年ぐらいは通ってると思うよ。それもそのお店で買ったの？そう、ベッカムさんとかレニー・クラビッツもめっちゃ持ってるよ、これ。レニー・クラ…え、出てくる名前やばくね？そうだよ。急に見え方違うだろ。ちょっと違うな。違うよね。ちょっと違うな。この値段からは革ジャンとして、革ジャンとしてね、うん、高い、この境目の値段ってあるの？5 5
50万じゃあ大丈夫だよマジ。え、これがお店？これがお店。これ一元さんお断りとは言ってないんだろうけど、入りづらいっちゃ入りづらいよね。めっちゃ入りづらいよ、ね、これいいの入って？もちろんもちろん、俺馴染みだからさいや今こうやって手かけるまですげえ震えてたけど行ってみようか、うん、こんにちは。お邪魔します。どうも。ほらあのちょっと見てこうか。来てたな。来てた。ほらこっち、ほらかっこいい。 あれ来てた来てた。ここのだったんだ。知らなかった。うん、これこのお店は知らなきゃ入れないね。知らなきゃ入れないね、うん、その木村拓哉をもってしても入りづらい店とかあんの？いや、あるでしょ、うん、知らないナイーブな部分だな。パンツは履いたことある？ある。僕はね、ブーツカットのものいくつか持ってたかな。これストレートですね。そうですね、そのレザーパンツは今その一肩だけなんですけど、うん、はい、それも一応ストレートですね。ちょっとこうバナナっぽくこうちょっと広がってるような。ああなるほど、はい、ちょっとももとかが膝のあたりで太いですね、はい。弊社の商品って結構こうちょっとうねうねした雰囲気のものが多いんですけども、ね、はい、あ、それ知ってる。ウエスト下がるんだよね。うん、どうだった今ね、ギリ加工で結構縮めてるので、履いていただきながらちょっと伸ばしてこう馴染ませていただくっていう形になって、最初やっぱタイトに履いていただいた方がいいですね。これ後で試着していいですか？あ、もちろんです、はい革ジャン見に来ていきなりレザーのパンツの方かなさすがだな。なんでだよ。さすがのセンスだな。しかももうこれしかないんだぞ。そうだね。でも今置いといたら取られるって言ったら取るやつ俺しかいねえじゃん俺そこまでバカじゃねえぜこれフードものもあるんだ。あ、これはなんか長いね、丈。これハーフコートみたいな。不思議だね。最近発売したばっかりのタイプでちょっとまあ長めですね。長めコートまではいかないんですけど、うん、あ、ですごく見慣れた形もしっかりちゃんとある、うん、製品染めって呼ばれるものなんですけど、はい、最終的にこう染める前の革で、革ジャンを作ってから形にしてから染めてるんですよ。でその工程の中で、まあ、2サイズとか3サイズギュッて縮むので、うんうん、うねりが出てその翌に陰影が出てこう初めからちょっとある程度着てるような、長年着てるような。そうですね、うん、結構着ると5年10年人は着るんだけど、うん、俺がこの店のファンで毎年買っちゃうんだよね。だからそこまで着古すまでいつも行かない。新しい出会いがあって、だからね、これを買っとけばもう俺は革ジャンいらないなっていうのが毎年出てきちゃうんだよね、うん、レザーはな あこういうのもあんだ。レザー難しいよなやっぱ。え、どういうこと？判断が。一回家で寝ないと買い物しないタイプ？そんなことない。俺はね、買い物に迷ったら一回家に帰って寝るっていうね起きた時もう一回欲しかったら買うっていうあ、本当？昔ながらの。あ、そうなんだ。中高生の時代の価値観がまだあるんだよね。へえ。上も見に行こうか。で、これ上もお店なんですか？なあ、こんにちは。こんにちは。ご無沙汰どうもです。どうもです。全然物が違うんだ。また違うんだよ。ザラインっていうちょっとオーダーとかできる。エロ。ぜひ。革ジャンエロいってどういうこと？ちょっと説明して。もうエロいじゃん。まあそうだね。見ただけでエロいじゃん。これクロコダイルの。うわ、エロ。これやばいね。中も。こういう感じでレザーなんですね。こうカンガールスウェードなんで結構、まあ、汗吸ったりとか丈夫さがある感じで。え、裏地もかレザーそうですね。あ、裏地もちょっとさ、ちょっと触ってみ、着てみます。着てみますね。46ですか？48？ うわ、サイズ感は良さそうだよ。ちょっと見てみて。サイズ46。46肩なんだよ。
どうなの？試着してる時のタクヤかっこいいんだよな。結構バストとウエストの差を十何センチぐらい差をつけてるんで、結構ウエストが結構シュッとシェイプされてる感じ。肩だな。肩どう？もうちょい。肩がね。ああ。そうですね。もうちょい欲しいか。うん。うーわエロ。もうそこなんだね。で購入される方は大体もうオーダーで測って一からって感じですね。これはじゃあ今はサンプルなんですか？そうですね。へえ。肩だけっすね。肩がちょっと、うん、うわこれオーダーするやついるんですか？います。年に2着か3着ぐらいは。さっき真珠が大丈夫だよって言ってたけど絶対大丈夫じゃねえか。俺2階ではあんまり買い物しない。おいくらだよ。330万。返せ。どこやかわいいな、目まん丸にして。その目見せてやれよ、かわいい目して。130万だぞ。じゃあ俺1回の顧客だってよくよく考えたら330万の革ジャン着て、肩がなって思う。恐ろしい男だな。だって知らねえもん。ベストはいけんじゃないの？ほらこれ違うの？ベストは着てみせてよ。ベストに T シャツにベストとか夏のツーリングとか結果ベストにあいつで落ち着いてんじゃねえか。おお相当細いですよこれ。どう？いやどうっていいに決まってるよ。これだとおい。これで185万。おい。さっきから値段を伝えてくださってる店員さんがお前ら早く1階に降りんかいみたいな感じで金額の伝え方がやばくないですか。確かに。いやそうさすがに本当にやっぱ黒子っていうのがそうなるんですか。センチでいくらとかなんで穴があったらもうおしまいじゃないですか、うんはいはい、その中でもう選んでっていう。うーわー108ベストちなみにね、俺のバイクより高いわ。ベストが185だよ。よしじゃあ俺も着てみよう。これやっぱり革の生地が広くなってる、ね、そうですね、イタリアの革使ってる、うん、実際ほら、さあ穴が全然いやー夢あるなこれ、うん、でもこれ池村さん俺の試着にも興味持とうか。お前には似合わないでもいいからさ。いや、襟はちょっとそのままじゃない方がいいんじゃない。どうなろう。一回グッて上向いて、はい、それでいいです。はい。それちょっとミニポリス感あるかいこれ。ちょっと長いな。切りしてやがって着てみてえだろ。俺ロングってあんま着ないんだよ。いえかっこいいと思うよ。もうかっこいいんだもんな。一緒に買い物行くと俺がいつも諦めるような気がする。ロングのライダースって珍しい。そうですね。でも上は本当ライダーズのちょっとサイズを上げて丈を伸ばした、うん、だからコートとは違う感じで、うん、本当にロングライダーズっていう。そう、ももにね雨降ってきてもらった。いやでも夢見たい俺は。あ一番を狙うよね。いや夢見たいよ。
いや、やばくないこれ。めちゃめちゃかっこいいよ。エロい。で、下のパンツも一回履いてみる。あ、下のパンツ履く。一回ちょっとリフレッシュ。一回リフレッシュ。リフレッシュ。勝てんよこれ。かっこいいな。採寸していただいたとしたら、それってどれぐらいで。ちょうど4ヶ月ぐらいですかね。ちょうど季節だね。そうだね。ちょうど季節だよ。俺がまた木村さんでツーリングで、うん、お待たせ、これ着てきたらドン引きすんだ。そうあってほしいよ。一番を狙っていく男でいてほしいよ。いやー、やば、これやばいわ。エロ。大絶賛。大絶賛。これさ、自分らがさ70とかぐらいになった時にさ、うん、着てたいね。ね。あの、この買い物は忘れない買い物なんですよ。あれ、お前と行ったっけみたいなこともなし。これは絶対覚えてるな。リフレッシュ、ちょっとリフレッシュ。カーパンちょっと一回、ちょっとマイクもチラッと外すわ。はい。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。失礼します。はいはい。あ、これだ。これも。こういうの待ってる。おお。久々じゃんな。かっこいい。試着久しぶりにするって。あ、これあれ別に、あ、まあちょっとやっぱ大きいか。入りそう。まあ、そう焦んなそんな。楽しみ。ちょっとなんかどうなんだろうこれ。かっこよく靴も履いて、かっこよく決めてよ。あ、でも結構これ細いよ。いや、と思うよ。なんだよ、かっこいい。あ、形抜群だね。どう、きつくはないの？どうなの？きつくはない。でもここがすっごい大きいです。膝下っていう。気持ちブーツカットっぽく見えるんですけど、ストレートですよね。ストレート、伸びてくるとこうカットして細くするから。まあ、製品染めっていう、まあ、独特な方法なので必ず伸びるんですね。縮めてるんで。バイク乗ってみ。今足がバイク乗ってみ。どうよ。まあ、すごいなこれ。カーパンなのになんか鉄を身にまとってる。いや、鉄っぽくない？これおいくらですか？19万円になりますね。あ、でもこれ履き込むしかないっすね。そうですね。へえ。でも必ず伸びてくるんで、はい、自分の、体型に。すごく綺麗。どうしよう。取っちゃうな。え？気に入った。カーパンすっげー気に入った。すっごく似合ってるからね。すっごい気に入った。鉄見てよ。いや、だってほら。タクヤ、それ買ってやるぜ。何を言ってんの。急に入ってこないでしょ。急にスタッフが入ってこないでしょ。買ってやるぜって何。買ってやるよ、久しぶりだから。
買い物。19万だよ。ないだろそんな買ってもらうこと人に。俺が買ってやるぜ。いやいいよいいよ。普通に拒否るっていう。いやいいよ自分で払うよ。いいよいいよそんな俺が今日連れてきた店だから。あの上のエッチなやつ買って。330万。あのくだり全部なかったことに。一回寝た方がいい。一回寝て帰って。もう一回来たらいいわ。本当に購入するってなったら俺自分で買うよ。マジでマジで。なんで？なんで？ここで、ここでお互いがなんかいや俺が買うよ、俺が買うよっておかしいだろ。俺一回カメラ撮ってやろうか。何が？いや見てるから分かる。いかにイケてるかを。えい、ちょっとお尻もお尻も。なんでお尻を撮るの？いやお尻がかっこいいんだって。これ好き。お尻がかっこいい。かっこいいじゃん、なんかこれ。そうやって俺のこと見んなよ。いいだろ、俺がどこの部分かっこいいと思ったって。買わせていただきます。俺の買ってやるのくだりどうすんの。いいよいいよ、俺が買ってやるって言ったの。いいよいいよ。いいよ買ってやるって。俺買うよ。履いて帰ってもいいですか。くっそかっこいいね。くっそくっそ。これ忘れられない買い物にちょっとさせてもらうわ。上のクロコダイルも一緒に。それ会計別でお願いします。おっと、シンジに買ってもらっちゃった。お、すげえ嬉しい。そんな喜んでくれたらこれすげえ嬉しい。嬉しいな。俺もどう。めちゃめちゃかっこいいぜ。レザー見に来てカーパンを選ぶ。でもまあまあ今日はちょっと買わなかったけど出会いもあった。いや出会いあったね。やばい、あの出会いは。俺多分会いに来ると思うよまた。本当これで早くまた帰りたいな。ロードトゥーツーリング、ちょっとカーパン手に入れて。うん、手に入れたよ。今日はこれで解散する。うん、だから楽屋でも話したけど、うん、結婚祝いを俺渡してないでしょ、うん、いや、その仰々しく言われるとな。だから俺は渡したいから。付き合い奥様とシンジのお揃いのメットとかまだないないね。行こう。そこ行こう。ちょっと付き合い。メットだったんだ。でもメットの結婚祝いってあんまりないでしょ。初めてだね。よし、それ俺がやる。お願いします。お願いします。